インディギルカ川は、ロシアシベリア北東部のサハ共和国を流れる長さ千七百二十六キロメートル、流域面積三十六万平方キロメートルの川で、ある。ベルホヤンスク山脈につながりオホーツク海北岸へ、伸びる山脈、スンタルハヤタに源を発する。北のオイミヤコン高原へ向かい、地球上で最も低い気温を観測したオイミヤコンの町を流れ、北西から、 南東方向へ伸びるチェルスキー山脈を横断する。北極圏に入り、同じく北西から南東方向へ伸びるモムスキー山脈を迂回した後、北極海沿岸の広い低地へと出る。インディギルカ川は面積5500平方キロメートルの三角州を形成しながら東、シベリア海へと注ぐ。航路は川口部分は広くモマ川周辺までは船が入れるが、 チェルスキー山脈を横断する渓谷付近からは流れも早く小さな船しか通れない。6月から10月までの夏の一時期を除き一年の大半は凍結する。流域は砂金や金鉱などが多い。流域にはシグオオムリムクスンなどシベリアでは一般的な魚の他酒などが豊富に生息する。上流は大河であり、 新葉樹が生育するが、下流の北極圏内では永久凍土とツンドラに覆われている。主な支流には、ウガンワ、モマ川、ネラ川、バジャリカ川、サガンワ、エルギ川、ウヤンディナ川、セレニアク川、ベレ,レレ川、アライチャ川などがある。主な町は、オイミアコン、ウスチネラ、ドルジナ、ルスコエウスチエ、チョクルダフなど。ありがとうございます。